エスプラータイムのキウスケとカエルだーどうぞガチャマあーい待っていましたよこの時を皆さんタイトルホールさありがとうございますということで誕生日プレゼント選手権島袋編エスポール1月2月3月4月4連続で誕生日プレゼント選手権ですよ。はーい、出費がすごい毎月ね、毎月ね。ただこれが終われば当が6月なんで1ヶ月は休戦協定に入ります。休戦協定はい、ということでもう24歳。24です。もうあと1歳で争うやん。いや、そうですよ。今年の抱負はもっと落ち着いていこうと。もう初っ端から崩してるけどね。まあ、今日までねまあね、めでたいことですからね。はい、はい、ということで早速始めたいと思いますよ。待ってましたよ。早速順番にプレゼントを発表していきたいと思うんですが、はい、今回は誰からいきましょうか。じゃあまず1人目、ひろと。おー、えぇ、ー、おー、いやー、待って、やめてやめて。あ、そっか、だってお前前回20万のバッグ買ってるから。そうやね、うん、おー、え、じゃあそうの方がいい、の方がいいと思う。え、もう自分から取りがいいと。じゃあ判定。おーい、はい、ということで、はい、できましたということで、早速出していきたいと思います。僕が買ってきたプレゼンツ、カモン、ドーン。あー、ちゃんとしてる。はい、いいね、いいね。もうちょっと目開けて大丈夫ですわ。はいはい、おー、触らんといて。あ、そうそう、開けるときも、こう、紐をバッてやって、ダッて出して、パッとスッといって、サッと開けて、せーの、せーで、ドーン。おー、うまい。こちら、野球グローブ専門店で買いに行きました。すごい、これすごいのが、ヤクルトのキャッチャーの人とかが片付けしてくれるところで買ってきました。え、プロだよ。超有名だよね。そう、今90歳のおじいちゃんが、うん、野球の片付けのプロとして世界一で言われてるんだけど、その人の弟子が日本に5人ぐらいしかいない。そのうちの1人が片付け今日してくれました。えっ、ー、で、こちらのブランドは見たことないでしょ。ビシャモンテンの本命って言って、ビシャモンテン、そう、古代のインド語でビシャモンテンっていう意味らしい。あ、これで財宝とか勝利をもたらすって言われてるらしくて。え、なんでグローブなの。最近もっちゃうなんか体動かして野球したいってことが多すぎて、うん、で、グローブを持ってなかったでしょ。あと俺草野球チーム最近入ったので、紅白戦とかでもっちゃん連れて一緒に野球できたらなと思って、あげたいもんをあげるシステムです、今回。なるほど。で、もう一つ、これサブで、これも全然サブ、ドーン。ピザ、いいわけで。待って、ピザ、待って、これ今話題の M 号球ね。 M 号球でございます、うん、俺らの時 M 号球なかった。 M 号球じゃないよね、うん、で、俺なんだよね、気になるのは。そうでしょ。これも5000円ぐらいなんです。え、高っ、高いですよ。まあ、2つ合計の値段言いますよ、そしたら、はいはい、2つ合計の値段が約58000円。おお、ね、この革とか全部使用した他のブランドがあるんだけど、それだと8万ぐらいする。うわ、マジだけど、そこのブランドの特殊で工場を通してないからこの値段。はい、ということで僕が買ってきたのは野球用グローブでした。あー、そうだか。いやー、これ盲点でしたね。あー、盲点だね。完全なる盲点だね。盲点でしょ。あー、さあ、では2番手。こう、おー、ここで行きますか。はい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 、うわ、はいはい、なあ、はい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 、とりあえず目の前に置かせていただきます。はいはい、なんかさ、俺とハン君の時やったいやーないよな。違う、違う、違う、出すな。パッて開けた反応を見せたいんで、うん、まず皆さんのリアクションを。袋の中にはこちらが入ってます。はい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 、あー、やばいやん。では早速島袋さん、目をお開けください。どうぞ。おい、バレじゃん。やっぱもっちゃんと言ったらさ、はい、ハイブランドさんっていう肩書きがあるわけじゃないですか。まあ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 、うわっ、ちょっと待って、見お前マジで袋の中見ちゃダメ、袋見ちゃダメ、もう、うわ、じゃあ出しますよ、せーの、ドン、はい、おい、はぶすげえ。多分これでパッと来ないってこと知らんねやろな、うん、え、こちらバレンシアガとグッチのコラボでございます。あ、そうなの、はい、開けていいですか。はい、よいしょ、それではいきます、3、2、1、ドーン。まあ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 、おお、まだね、せーの、せーで、ドン。おお、こちらグッチとバレンシアガコラボのショルダーバッグでございます。なるほどね。あれ、すげえ。
可愛らしいキャラだし、はいはい、似合うんじゃないかと思い、はい、選ばせていただきましたが、はぁ、それこそあのきりたんぽさんからもらった二つ折りの財布も入るし、うん、携帯も入るし、タバコも入るし、うん、ちょうどいいサイズよね。素晴らしい、値段よ、本当にそうだよ、気になるお値段だよ。こちらのグッチバレンシアガコラボのショルダーバッグの金額は、はい、13万4000円でーす。ああ、予想よりはね、ヒロトの前回のがあったからさ、まあ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 、じゃないかと思うかもしれないけど、高いよ高いよ。でもこれ去年も出れないけど、ずっと完売だったらしいね、うん、なんだけど、たまたま今月入ってきて、明日までやっけ、明日までの限定で1個だけこれが出てて、あ、あなたの知恵ではないと。なるほど、そう、まあ、でも結局でもおもちゃに似合うなって思ってね、そういうことよ。ということで、僕が買ってきたのはこちら、バレンシアガー&グッチのコラボのショルダーバッグ、13万4000円でございました。おーい、はい、ということで続いて3番手、僕行っていいですか。あー、どうぞどうぞどうぞ、いいですよ、いいですか、皆さんがよろしければ。あー、どうぞどうぞ、じゃあ行きます。はい、あれ？いや、いった、いった、早い早い。うわっ、待って待って、おー、僕のプレゼントはこちらだ。ドン、うわぁ、嘘だ、うわぁ、ルイ・ヴィトンじゃねえか。ルイ・ヴィトン、ルイ・ヴィトンだよ。ルイ・ヴィトンってなんすか。おい、ハイプランの2個も続いてんじゃん。そうよ、今回のまあ僕のコンセプトとしてはハイブランドおじさんだろうということで、はい、ハイブランドで攻めさせていただきました。あー、でも一つ言うのであれば、僕みんなからもらってハイブランドおじさんってなってるだけなんで、皆さんが僕のことをハイブランドおじさんに仕立て上げてるんですけど、ハイブランドご了承ください。いいですか。はい、なんだなんだ、なんかもうお決まりみたいな感じで出てない、最近ビタこのサイズはちょっと俺マジ予想つかんね。じゃあ一旦開けます。はい、ドン。僕が3番目にした理由が多分開けたら分かると思います。はい、それではいきますね。せーの、せーで、ドーン。こちらヴィトンのクラッチバッグ。うわー、クラッチバッグ、これね、僕見てましたよ。あ、マジで見てましたよ。ということでエピソード話させていただきます。まずは、はい、あいつそんな可愛いの好きじゃないやろ。斜めにかけたり、3年前思い出したんですよ。スーツを着て、はい、クラッチバッグを毎回持ってた島袋はい、あいつはこんな可愛いバッグじゃなくて大人なカバンの方を求めてるはずやと、ヴィトンのクラッチバッグにさせていただきました。いやー、いいよこれ。しかもこれマネスタと一緒に想像してこれだけ助手席に置かれてるの。うわ、いいね。でこちらのクラッチバッグのお値段、はい、なんと147,400円。マジ、すごいね、今回すごい、マジで毎回すごいって言ってるよな。うん、日に日に更新されるんだよね。ということで改めまして僕のプレゼントは14万円のルイ・ヴィトンのクラッチバッグでした。ありがとうございます。なるほどね。さあ続いて残るはヒロトとガチヤマなんで、はい、強制的にガチヤマ、ガチヤマですね。逆にそんなにある時大丈夫ですか。今こう高校グローブと来てますけど。いやだからね、思った以上にハードルが高い。まあ一回俺挟むから、うん、いや持ってきてください。はいはいはい、え、俺ゴミかと思ってた、それ。おい、玄関にやって相手なのよ。はい、ということでお待たせしました。僕もですね、袋を見てくださいよ皆さん、こちらでございます。はい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 、いたよ。僕はね、2品あるんで、え、まあ、こっちがね、どちらかというとメインなんですけど、まずこちらから、じゃあいきます。はい、せーの、せーで、ドン。メンズ館だ。阪急メンズ館でございます。あ、阪急メンズ館。はいはいはい。一斉ので、はい。おわー。トムフォード。まあ、トムフォードといえばやからね。うん。おわー。これね、これね、またね。じゃあ開けていきますね。はい。今回みんなブランドが素晴らしい。箱を開けてください。どうぞ。ドン。まあ、あれ、まあ、あれ。なんか黒や。なんか黒や。茶色なんですよ。普通焦げちゃうみたいな色が、うん、じゃあ行きます。はい、せーの、せーで、ドカーン。うわー、うわー。ということでこちらトム・フォードのメガネでございます。やっぱり、あ、めっちゃいい。いい、わー、似合ってるわ。なんかちょっといいよ、めっちゃいい。絶対それの方がいい。金の、金の、いい、そう、それがいいよ。最近撮影でもっちゃんがメガネ欲しいってボロって言ったよ。はい、今回普段使いのメガネの感じで使ってもらうためにトム・フォードのメガネを買ってきました。これはいいわ。めっちゃかっこええな。いや、これはいいわ。グラウってるもん。もうないらしいね、これ。黒い箱がメガネってことやね。ちょっと高級なご飯ですよ、なんか。
お前今日全部大満足やん。いや本当に大満足だよ。なんか申し訳ないね。まあこれがメインなんですけど、一品目です。あ、そっか、これ一品目か。はい、二品目が、あのビッグカメラでまず買ってきました。これもう店舗先に行っちゃいます。ビッグカメラ、はいはい、ビッグカメラですか。ビッグカメラで、カジキマグロみたいなやつ。では、目を開けてください。どうぞ。どん、え、なんだこれ、なんだお前。え、ビッグカメラだよね。はい、それじゃあ行きます。いっせーので。ドライバー。ということでこちらキャロウェイのドライバーでございます。キャロウェイに買ってくれたやつと同じブランドや、うん、あ、そうなの。めちゃくちゃかっこいいやん。なんかね、もうメタリック感っていうか。なんでこれを買ってきたかと申しますと、ドライバーを買おうかなっていうのを、あの、昨日聞きまして。はい、ドライバー1本って結構高いで。高い、めっちゃ高いよ。あ、そうなの。まあ一応初心者なんでね、まだ使い勝手のいいドライバーを買ってきました。おーい。はい、ということでトム・フォードのメガネとキャロウェイのドライバーの2点セットでございます。おーすごい。そして、はい、まずトム・フォードの、メガネお値段、はい、6万円でございます。あっか。そしてこちらキャロウェイのドライバー5万5000円でございます。うっそだ。合わせまして2点合計で11万5000円でございます。マジ、まあ、でもこの2つよりヴィトンのクラッチバッグの方が高いからね。ちなみにトム・フォードより俺のグローブが安いからね。そんなに体すんのお前。ありがとうございます。はーい、うわすっげえ。ではラストはヒロト。大丈夫か、本当に大丈夫か。大丈夫です。最後の理由は、うん、受け狙いなのかどっちかだよね。ケイスケの時になんかね、お高い置物みたいなプレゼントしたいぐらいですから。あ、牛牛で牛牛あれ違う。俺の時ももっちゃぐらい気合い入れる。ラスト行かせてって言うぐらいのやつが俺は。あれでラスト行かせてって言うか。で言うから多分オチとして。だから笑いとしてだよね。でも今回ちょっと一個だけ謝らせてほしいことがある。お、なんだ。本当にもっちゃんの求めてるものをあげたくて動画のことを考えてません。はい、ちょっとそこだけごめんなさい。動画のこと考えてないプレゼント。 どういうこと。動画のこと考えてない。ではもう僕あるんで。え、持ってあるの。持ってます。想像つかん。じゃあ目を閉じてください。あれか。それではいきますよ。僕が買ってきたものはこちらです。え、え、なになに。ビッグカメラ。もう今お出しできるのはこれしかないんですよ。ああ、やってんじゃん。これやってるわ。では、はい、目を開けください。ダン。ビッグカメラ、はい、で購入したよっていう、購入したよっていう。じゃあ開けます。はい、せーの、せーで、ドヨン。じゃあ僕が発表しますね。はい、こちらの品名は、パナソニックの冷蔵庫。すでに言ったよ、もう届けられないもん。ごめんなさい、この場に持ってこれませんでした。ついにやったわ、もうこれ。お値段18万7800円。やってんだこれは。ガチじゃねえかお前。いや、島袋のうちで未だに冷蔵庫ないんですよ。うん、結構生活にもね支障出てるんですよ。え、俺危なかったで。俺ヴィトンの前に秋葉の家電屋行って冷蔵庫見てて、俺が勝ってたらお前って冷蔵庫2台取ってた。見たかった。誰もこれ大好きもいかんかった。いや、俺も危なかった。俺1個目ガチで新宿の方のグローブ屋さん行くことしたからね。え、グローブ屋さん。まあ、あとその前回もっちゃんに結構な額のプレゼントしてもらってたんで、そうだよね、はい、ちょっとちゃんと持ってきたいなと思って、うんうん、ごめんなさいということで今回はこれにしてました。ありがとうございます。ありがとうございます。見せた見せた男だね。あ、本当に。さあ、ということで以上で、全てのプレゼントが出揃いました。はい、ということで合計金額出ました。今回の合計金額64万2400円。ルールが開催されまして、1位以外が、こちらの金額を割り勘なので、1人当たりが128,480円のお支払いとなります。いや結構だぞ。うわガチむずい。お悩み時間は差し上げるんで、はい、悩んでください。決まりました。はい、じゃあいきますよ。5位から
発表していきたいと思います。もう本当にご縁の人申し訳ありません。島袋の誕生日プレゼント選手権最下位の発表をお願いします。パンカーだよな。そうなの。マジでだと思ってた。ピザだもんね。マジでこれ全員5位から1位もこんなん。ということで、ハクは自腹確定です。はい、では続いて第4位は、悔しいな。うわ、残った残った。残ってるよ俺ら。ぶっちゃけ俺こっから読めないわ。まあ読めない、読めない、こっから読めないわ。マジ読めない。では第3位は、ディスカー。マジで言えちゃうんだよ。もう絵が落ちた。はい、ということで僕も自腹確定でございます。いつもなら3位の理由とかそういうの言うけど、僅差すぎて何も言えない。いやもうそう、理由なんてないんだよ。ごめんなさいしかないです本当に。では残ったのがヒロトの冷蔵庫とガチヤマのトム・フォードのメガネと、ゴルフクラブ。栄えある第1位は、ヒロト。いやちょっと本当にもう決めれない。今回はやばい。ということでガチヤマが第2位でございました。はい、はい、ということで改めましてヒロト以外のメンバー全員が128,480円の自腹でございます。うまいねー。優勝者はヒロト。ありがとうございます。初優勝。おお、初優勝記念すべし。9回やってて、9回やってて初優勝です。はい、ということで改めまして24歳おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということで次回は4ヶ月空いて、1ヶ月だよ。1ヶ月おきだよ。はい、ということで次回は、1ヶ月お休みして6月のコウの誕生日プレゼント選手権なので、ちゃんと考えとくようにね。おい。はい、ということでまた次回の6月コウの誕生日プレゼント選手権でお会いしましょう。バイバイ。クラウタのチャンネル登録する。いや発射 GO エスポワールトライブ、時代を変えるために今一緒にやげよう。12345動画再生数急上昇、難問ばかりのダンジョンみたいな関門抜ければ感動。折れない心を持つのがマスト、エスポワールのインパクト。